はい、というところでどうも PO25 です。今はただいま、私本当にこのただいまこれを読み終わりまして、はい、まあ、というところで今回の動画何してるかっていうと、あの私が普段、投稿しているお手軽より漫画紹介、そしてあとは感想とか紹介系、あの長い話なんだけど、まあ、それのメイキング的な動画をちょっと撮っていこうかなというところになります。私がねいつもどんな感じで、その動画を撮っているのかっていう話でございますね。まあ、舞台裏、あのコミュニティのさ、使い方みたいなところに舞台裏って書いてあったからさ、つい感化されちゃいまして、動画で普通にやろうかなっていうところで、はい、まあ、やっていこうかなと思います。まあ今回改めてご紹介するんですけど、まあ今回書いていくのはこの作品、どうしたら幼馴染の彼女になれますかという作品でございます。まあ、詳しい紹介は本当にその動画でやるので、まあまああれなんですけど、で今回私新しい試みしてまして、まずは今からお手軽より漫画紹介の方の短い文章を考えていくんですけど、私今回あの新しい試みしてまして、これあの何かわかります？あの1話読んだごとに、これ 1話で進めてたんですよ。1話読んだことに感想を書き殴ったんですね。感想とかっていうのを書き殴ったので、とりあえずは、今日、ラストの話読んだので、ちょっとその感想をまとめながらっていう感じにしていこうかなというところになります。ちょっとじゃあまとめますね。うん。これはこの内容を見せちゃうとあんま意味ないからね。ちょっと今から空中でまとめるんだけど。まあね、こういうことやってるとさ、動画用にあのゆり漫画読んでんじゃねえかって、ビジネスでゆり好きなんじゃねえかって思われるかもしれないけど、ところがどこよ、私こういうことするのが多分楽しいんだよね、普通に今ねだからすごくお得な好みしてるなと思いました。ひとまず、感想の方を全部まとめましたので、今からお手軽より漫画紹介の方を少し書いていこうかなというところになります。私あのお手軽より漫画紹介いつもこんな感じでねめちゃめちゃまとめてねでまとめてこれを折ってこの画面外に置いときながら読んでるんです。だからね、だからいつも1分ぐらいで覚えられるんだ正直ね、私あの話しすぎちゃうところがありまして、だからこれなかったら多分ね1分で全然収まってないんだよ。そう、なぜかこの課金済みガールフレンドだけちょっとあのボールペンで書いたんだけどねまあちょっとじゃあ今から考えていきます。ページがちょっとね足りないので別の場所行きます。書けました。はい、まあこれこの動画多分ねあれの後に出すんで、多分お手軽に漫画紹介の後に出すんで、多分全然見せちゃっていいと思うんですけど、こんな感じで書いてます。意外とね1分だけど書けるのよ。まあそんな感じでちょっとこれからね、本番の方撮っていこうかなと思います。よろしくお願いします。いや一旦切るねというところでお手軽の方が撮れました。だいぶかかりましたね。いつもね1回じゃ撮れないんだけど、今回結構かかったわ。まず噛んじゃダメだからね、そこがすごいきついんですけど、まあというところで今度は長めのやつになるかなというところで、まあ、感想に関しては多分その1話ごとに書いた感想を見ればね、まあ、それなりに話せるので、作品紹介の方の、原稿的なところを書いていこうかなというところになります。まあ基本的に、お手軽で言ったことをだんだん広げてみたいな感じになるかなというところになるんですけど、例えば契約姉妹ですと、まあ、こんな感じになるのかな。まあここにこれが確かお手軽のお話で、ここをこうなんか派生させてこんな感じにして、あれは契約姉妹のやつは本編が10分ぐらい紹介したのかなってところになりますので、今回も結構比較的そのおすすめの人っていうそのバチバチのあれというよりかは緩い感じの紹介になるのかなっていうところになりますので、ちょっと書いてきますね。うん、書けました。うん、まあそうね、約こんくらい、今ちょっと見える、なんかここからなんだけどさ、こんくらい書いて、まあそうですね、まあ、あらすじも若干話しながらだから、まあ、10分ぐらいになるかなというところになりますかね。うん、まあ、うん、そうね、話し続けていいのであれば別に他の話もするから、本当に動画時間的には10分15分になれるかなというところになりますかね。うん、そんな感じで私は毎回ゆり系の動画は作っております。うん、たまにこう原稿ないこともあるんですよね。最新刊読んだ時の感想っていうのはあれは原稿作ってないです。うん、新しい作品の開拓とか時は結構これやってます。そんな感じで、
終わりでございます。ありがとうございました。チャンネル登録なんかもね、待ってますんで、よろしくお願いします。バイバイ。